っと帰ってきたね、ブローニャ。昔の友達とは楽しめたかい？さっきテスラ博士からメッセージをもらったんだけど、これを渡すように頼まれてね。これは？テスラ博士がメイのバトルスーツを作った時、君のデータを元にもう一着作ったんだ。君に渡すのを忘れていた。このバトルスーツは、もう少し調整が必要だな。今からしよう。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。照準装置、初期化管理ファイヤー。イエーイ！ファイヤー。イエーイ！ファイヤー。ファイヤー。完了。射撃開始。ファイヤー。イエーイ。照準装置初期化完了。ファイヤー。イエーイ。ファイヤー。イエーイ。無条件射殺許可確認。ファイヤー。イエーイ。秘技解禁。ファニーパンチ。目標発見。調整は順調だ。実戦に投入しても問題ないと思う。博士、漁師の海について少し聞きたいことがあります。うん、何を聞きたいんだい？ハイヘビがハイペリオンのメインシステムに侵入した時、ブローニャは実験記録を見ました。1年前の実験でネゲントロピーの名手であるベルとヨウが漁師の海に閉じ込められていました。これは真実ですか？ああ、君たちの不安を煽ってしまうんじゃないかと思ってあえて伏せていたんだ。彼は自らあそこにいることを選択した。1年前、漁師の海の探査実験を行った際、僕たちはある存在を驚かせてしまったんだ。それのせいで実験は失敗し、僕とベルトは怪獣の目に吸い込まれた。ある存在？あれが何なのか僕にもわからない。唯一わかるのは、あれが人類の敵だということ。ベルトが僕を漁師の海から逃がすとき、彼は残ることを選んだ。あの未知の敵と戦い続けると。助けに行かなかったのですか？できなかったんだ。ネゲントロピーの技術では到底無理だったんだ。それに軽率に行動したら逆に彼に迷惑をかけるかもしれない。ブローニャ、どうして急にこんなことを聞いたんだい？いえ、理由はありません。少し気になっただけです。漁師の海に幻想を抱くのはやめた方がいい。僕たちが軽々しく手を出していい場所ではないんだ。はい、わかりました。デザイアジェムの特定も終わったんだ。今夜はゆっくり休もう。
明日から本格的に行動開始だ。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。艦長、次の目標座標を。